どうも三浦です。妖怪ウォッチ3のクエストやっていきましょう。さて今回もですねユニバーサルスタジオジャパンで限定ダウンロードできるクエストをですねやっていきたいなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。今回は稲穂ちゃんだね。ちゃんとあるかな。あ、あったあったあった、これだ。鬼の海賊王なんかめっちゃ強そうな感じがしますけど、なんと鬼時間でおなじみの赤鬼さんから依頼が来ています。詳しい話を鬼時間でとのこと。依頼を聞くだけでも大変ですね。今度はなんとあの赤鬼さんからの依頼です。珍しい。マジっすか、うひょー、赤鬼さんだ。ダニー、赤鬼からの依頼なんてやばいやつに違いない。ダニー、がぜん燃えてきた。なんでそうなる、ダニー。いやーね、なんか殺人事件とかね、そういうのやっておきたいんだけど、もしかしたら赤鬼が出てくるから誰か死んじゃうかもしんないね依頼内容はある人を探してほしいというものですね。あ、人探しか。まあそれでもね、なんか探偵っぽい感じがする。あれ、案外普通の依頼。ダニー、ハックン、依頼内容もっと詳しく。詳しくは直接お話しされるとのことです。待ち合わせの場所は鬼時間ですね。待ち合わせ、そこになるんだ。なんか赤信号を無視するから出てきてくんねえかな。いや鬼時間は結構大変だよ。あ、ゲームね。なるほど。あ、こんなのあったんだね。うわー、鬼時間で待ち合わせってことは鬼時間が来るまで待つしかないのかな。まあそのうち来るよね。いやー、しかしいつ来るかわかんないからな。そんなすぐに起きるわけないだに。気長に待つことだに。ああ、やっぱそうだよね。ありがたい。いや早速始まったね。最近ね、ちょっと鬼時間やってなかったから、まあ、これがなくてもね結構早い段階できてくる。あー、いや怖っいきなり怖いの来たよ。わしの依頼を受けてくれたようじゃな。いや受けたかどうかはね話次第ですけど。あ、赤鬼だに。ちわっち、ちわっち、赤鬼さん。あ、相変わらず軽いやつじゃ。調子が狂うわい。全くだに。そんじゃ、詳しい依頼内容をどうぞ。ああ、お主らに探してほしいのじゃ。わしらの鬼の王、おの王、鬼の王、鬼の王がいたんだね。俺、黒鬼か、もしくは山吹鬼のどっちかなと思ってたんですけどね。鬼の王？そうじゃ。かつて、多くの鬼を引き連れ、海を支配していた海賊王じゃ。なんかワンピースみたいな鬼ですね。じゃが近頃わしらの前に現れんようになってな。嫌われたんじゃないかな。やっぱりヤバそうだに。ああ、スキップしちゃった。うひょー、鬼の王すか。なんかすごいレアな感じ。うん、じゃあちょっくら行って探してきますか、鬼の王。やれやれ、こうなったら止められないだにね。うわ、怖っ。何？ちょっと怒らしちゃったかな。またんかい。お？せっかくここに来たんじゃ、例のあれやっていくじゃろう。なんだろう。例のあれってまさか鬼ごっこのことっすね。なあ、すげえ明るく言ってるけど鬼ごっこ、鬼ごっこなのかなこれ。間違って覚えてるようじゃが、まあそうじゃな、その鬼ごっこじゃ。やるやる、やります。んじゃあいつもの行ってみよう。いやー、なんか調子狂うね。めっちゃノリノリいやー、ボコボコにされるのはいつもね、妖怪の方で。多分稲穂ちゃんはね、何の無傷だと思うからそんな楽しそうかもしんないですけど。わー、これ難しいやつだ。正直これ上手くなる前にさ、妖怪たちのレベルが上がってしまって、
赤鬼に捕まってもね、あのボコボコにできるような感じになってしまったから、正直これちょっとうまくないよね俺。いやそういう人結構多いと思う。あ、ちょっと出ちゃうか。うわわ、バカバカバカ、見つかってる見つかってる。よし、視界が広すぎるんだってば。もうどっちどっち。ああ、おいおい、あばば、ここここここ、ちょっと待って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 、あばばば。ちょっとなんかね、こう舐めてる妖怪 しか使ってないんですけど、これ。わーわーわー、あー、ちょっとね、ジバニャンもいるし、一瞬でやっつけてやりましょうか。おら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 、オッケー、やっつけたー。ちょっと危なかったメンバーがね、結構花咲かじいとかも多分レベル10もいってないからね、やられちゃったけど。あ、レベル10いってたわ。よし、次行こう。あ、太陽の腕は手に入ったんですけども。すごいだね。今回の鬼ごっこもなかなかの迫力だったね。そりゃそうだに、本物の鬼なんだからに。さて、準備運動も済んだことだし、探しに行きますか、鬼の王。でも鬼の王なんてどうやって探すだに。そうだね、なんかヒントくれればよかったんだけど、何の手がかりもなしだよ。か、考えてなかった。誰か情報通の人に聞くとか。だに、それなら上手に聞いてみたらどうだに。よっぷる社ならすぐに調べられそうだに。あ、そっかね、なんかパソコンもたくさんありそうだしね。いいね、それで行こう。ウサピョン抑えてる。じゃあジョーズさんに会いに、ヨップル社にレッツゴー。さあ、ヨップル社着きましたけど、いるかな。あ、いたいた。なんか相変わらずサメみたいな顔してんな。ジョーズさん。おや、君たちか。今日は一体何の用だ。ちょっと調べてほしいことがあるだに。調べてほしいのは鬼の王についてなんですが、かつて海賊王とも呼ばれた方で、多くの鬼を従えていたとか。ほう、鬼の王か。よし、わかった、社員たちにすぐに調べさせよう。あ、すみませんね、なんか仕事中に。よろしくお願いするだに。待たせたな。それらしきデータが見つかったぞ。うわ、出た、強そう。彼が鬼の王、その名も鬼キング。そのまんまだね鬼の王、鬼キング、英語になっただけじゃん。そのままっすね。どうやらニューヨーマシティの天ぷら屋が彼の行きつけの店らしい。ありがとう、ジョーズさん。なに、たやすいことだ。なんか天ぷらって聞いたらさ、俺お寿司食べたくなっちゃったお寿司ね。いや、まあそこは天ぷらじゃなくてお寿司。いや、しかし今日はですね、シルバーウィークっていうんですかね、休みだからちょっと混んでんだよね。それじゃあニューヨーマシティにある天ぷら屋、天ぷら大王城に行ってみるだに。天ぷら大王城ってなんか死んじゃいそうじゃん、大丈夫かな。名前が不吉すぎない？天ぷらだ。天ぷら大王女ってね。大王女ってあれだよね。なんか死んだ時に使うよね。来た！天ぷら。それらしき人いるかな？ここが鬼キングさんの行きつけのお店ですな。今は店内にはいないみたいだにね。私たちは探偵、いないなら待ち伏せするまでよ。あ、そんなとこに。お店の人に怒られそうだけど。ダニ？稲穂、あれを見るダニ。あ、来た。あ、あれはもしや鬼キングさんなのでは。ジョーズからもらった情報とバッチリ一致してるだに。
あ、百鬼姫もいる。おろろ、お隣のお嬢さんは？いや、天ぷらでかいな、ちょっと。鬼キングの天ぷらでかすぎない？あれ、天駒じゃないよね。大丈夫かな？のう、姫よ。最高級の天ぷらはどうだ？美味か？百鬼姫の天ぷらもでけえな、おい。わからぬ。何も感じぬゆえ。すまん。そうか。わわわ、なんか空気悪くないっすか？様子がおかしいだにね。ちょっと話を聞いてみるだに。大丈夫かな、話しかけて。いきなり食べられちゃったりとかしないかな。顔が怖いよ、もう。チワッチ、鬼キングじゃん。なんだお前。私はミソライナホッスで、こっちはウサピョン。ミーたちイナウサ不思議探偵者だに。探偵だと？お隣のお嬢さんの様子が少しおかしいみたいですけど。イナホちゃんはちょっとテンションがおかしいですけどね。もしかしてどこか悪いんですか？すまん。ああ、そうなんだが、ここではちょっとな。あのお嬢さんは、あなたの？わしの可愛い一人娘、百鬼姫だ。顔が全然似てないんですけど、大丈夫ですかこれ。奥さんに浮気されてたりとかね。ふむふむ、どうやら百鬼姫は感情のない姫らしいだにね。ほひー、なるほどね。だからあんなにテンション低かったのか。昔はよく笑う子だったのだがな。あ、ということは、あれですね、生まれつき感情がないとかそういうことではないんだね。昔は何かあったんですか？すまん。それがわしにもわからんのだ。もしかしたら、病かもしれん。むむ、こりゃ赤鬼の依頼について話せる空気じゃないですな。あ、そうだね。ちょっとみんな忘れてるかもしれないけど、もともとは赤鬼さんにこのキングさんをね、探してきてくれっていう話なんだけど、いや、そんなことを話したらね、ちょっと食べられちゃうよ。やるだに。なんとかしてやりたいだにね。よーし。まずはお姫様と話してみますか。そうか、話してみるか。お、いたいた、百鬼姫。もう我慢できん。あれ、なんかモクモク食ってない？このプリプリの食感たまらんの。うむ、絶品じゃ。どれもこれもまことに美味じゃ。はあ、幸せじゃの。今幸せって言ったけど、この子。感情をなくしたっていうお姫様は一体どこっすかね。なんじゃ。お主ら見ておったのか。さっきの嬉しそうな顔、感情がないようには見えなかった。ダニが一体どういうことなんだろうね。仕方ないのじゃ。こうでもせんと父上は私を見ようともせぬゆえ。見ようともしない？どういうこと？父上は鬼の王者。毎日忙しく各地で暴れ回っておった。私のことなどほったらかしでの。でも感情をなくしたふりをしていれば、父上も私に気にかけてくれる。あら、まあ、そんな理由が。嘘をついていただけだと知れば、父上はまた行ってしまうじゃろう。なんじゃ。だから絶対に父上にはバラすでないぞ。私は感情のない姫なのじゃ。あらら、これ一体どうすんだろうね。百鬼姫にそんな事情があったとは。でも鬼キングもずっと心配してるのはかわいそうだに。だからといって私たちが勝手にバラしちゃうのはな。いや、そんなことしたら百鬼姫にバラバラにされちゃうよ、もう。いや、でもあのお姫様が自分から言うとも思わないんだよな。だに。
ポロッと本性が出るようなハプニングでも起きない限り無理だにん。おそっか、ハプニングを起こせばいいんだ。どういうことだに。なんかよからぬ相談してるけど、なるほど、それならいけるかもだに。そうと決まれば鬼キングさんと打ち合わせにレッツゴー。大丈夫かな、絶対に良くないこと考えてるよね。じゃあ鬼キング話しかけてみるか。鬼キングさん、百鬼姫の感情を取り戻す方法考えてきましたよ。なんと、言うてみるがよい。やるだに。題してびっくりハプニング大作戦だに。至ってシンプルな作戦です。私が鬼キングさんをボッコボコに、いやボッコボコにできないでしょう。するのは難しいと思うので、あ、そうだよね、鬼キングさんはわざと負けてください。でもリアルなバトルじゃないと演技だってことが姫にバレるだに。だから鬼キングにはちょっと手加減して戦ってもらうだによ。いや手加減してもね、鬼キングだからね、小学校5年生の女の子をバラバラにされちゃうんじゃないかな。大丈夫？そんなことで姫の感情が戻ってくるというのか。多分だと。最強の鬼、鬼キングが目の前でバトルに負けたら、そのショックで感情が戻っちゃうかもってわけだに。でも小学校5年生の女の子にボックボクにされる鬼の光景っていうのもすごいけどね。すごいなそれ。なるほどな、いいだろう、姫のためだ、一芝居打とう。んじゃ、今から私たちが変装してお姫様にちょっかいを出しに行くので、そこに鬼キングさんが登場、ブチ切れてバトルって感じで、やるだに、作戦開始だに。変装って何かな、なんかの妖怪に化けんのかな。それでやるの、なんか怪しくなっただけじゃん。よーし、変装バッチリ、オラオラー、行くぞー。ヒヒヒ、そこの彼女なんじゃ。へえ、可愛い顔してんじゃん。なあなあ、俺たちと遊ばねー。わしの姫に何か用か。大切な娘に指一本でも触れてみろ、命はないと思え。いやー、なんか演技だと分かってるんですけどね、なんか恐ろしいですね。あー、邪魔しよってんならバトルで片付けてやるじゃん。わしにバトルを挑むとは愚か者め、返り討ちにしてくれるわ。あ、始まった。これちゃんと手加減してくれるんだよね。おしゃおしゃおしゃ、ちょっと早送りでね。おっと危ない、ちょっと技使っていこうかな。いや正直今使ってる妖怪たちね、そんな強くないから。あららら、なんか何、おやった、危ない、なんか撃ってきたよ、危ねえな、これぺちゃんこになるところだったじゃないか。おら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 、よし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 、ちょっと待って、何これ、床が黄色くなってんだけど、あば、あ、何これ、ルーレットになって、ちょっと逃げたい逃げたい、いや、ちょっと何、どういうことこれ、ジバニャいなくなっちゃった、危ない、逃げろ、ちょっとアイテム使うか。うわあ、すげえの来たな今。うわわわ、なんかすごいことになってるよ。ちょっと満王獅子が狙われてるんですけど、わあ逃げられない。ちょっと待って。ああ、ちょっとコマさんもやられちゃったんだけど。羅針盤が現れた。なんかあれ狙うできそうだね。あ、なるほど。ちょっと待ってよ。これもしかしてこれクリックすると。
なるほどなるほど、回転するんだ。バカバカバカ、そこ違うわ。あー、ジバニャンさようなら、ジバニャンさようなら。あ、これあれかな、鬼キングリン狙うことってできないかな。鬼キングリン狙ってきたよね。お、また羅針盤が回ったよ。あ、これはちょっと満王子氏やばいよね。よし、なんでなんで今食らったの。今何が起きたの、ちょっと早すぎて分かんなかった。これはちょっとまずいぞ。うわわわ、ちょっとちょっとちょっと、もうなんかクローに呼んでんだけど。手加減すんじゃねえのかよ。手加減するんじゃないの。うわきつー、結構きつい戦いになってんなこれ。いや、クローニはいいや、あいつもめっちゃ強いからな。クローニはちょっと放っておいて。あー、ラシバー待ってる。違う違う、やめて、そんな可愛い子に、可愛い子に大砲当てないで。違うってだから、違うって。ちょっとあんま余裕ないんじゃないこれ。おっと、あともうちょいだ。ちょっと満王獅子の方がやっぱ強いな。満王獅子をちょっと前に入れるか。あー、おじいちゃんが、おじいちゃんぺちゃんこになっちゃった。おじい、そうかそうか、上から太陽。うわ、ちょっと待って、何今何起こったの。くそー、ちょっとジバニャンやられたのきついな。あ、やっぱ大砲が鬼キングに向いてると鬼にダメージ入る。 なんか宝箱出てきて、うおーすげえ。そんなのあるんだ。今あれだね、神系禁止玉めっちゃ出てきたね。復活、ちょっと待って、仲間になりやすくなったってどういうこと。それが出てくるってことは鬼キング仲間になるってことかな。いや、あんなやつ仲間になるわけないか。経験値やばいことになったな。かまいたちの子、父上。落ちる。お主、これ以上父上に手を出すと言うなら私が許さぬぞ。いや、なんかめっちゃ怒ってんだけど、ちょっと。ねえねえ。止めて止めて、誰か。どうするダニー、百鬼姫を怒らせちゃったダニーを。ひぃー、これは計画外っす。姫。心配いらん。わしは無事だ。しかし姫よ、お前感情が。なんじゃ。あ、いや父上、これはじゃな、まさか本当に感情を取り戻したというのか。すまぬ父上、感情がなくなったというのは嘘じゃ。何、なぜにそのような嘘を。父上が悪いのじゃ。こうでもして気を引かねば父上は私などほったらかしじゃ。お、怒らないでやってほしいだに。きっと百鬼姫も反省してるだに。すまん。どぼこも悪くなくてよかったわい。姫よ、寂しい思いをさせたな。ふう、作戦とはちょっと違ったけど、まあ結果オーライだよね。まったくだに。まったくヒヤヒヤしただに。それじゃあそろそろ本題に入らせてもらいますね。あ、やった、赤鬼のね。実は赤鬼さんから鬼キングさんを探してほしいとの依頼がありまして。ほう、あいつらがわしを探しておるのか。
そうだな、久々に部下たちに会いに行ってやるか。あ、なんか百鬼姫が落ち込んでるよ。あ、まさか姫様を置いていったりはしないですよね。姫、無論姫も一緒だ。昔のようにほったらかしにはせぬ。めでたしめでたしだに。まったく最初から素直に寂しいって言えばよかったのにさ。なんじゃ、うるさい。お主に私の気持ちはわからぬわ。じゃが、お主のおかげじゃ礼を言うぞ。まあ、礼を言われた。ぐはー、百鬼姫のデレいただきました。まったくだ、ムードもへったくれもないやつだに。いや、解決してしまった。すごいだに。いやね、鬼キングが仲間になってくれるのかなとちょっと一瞬ドキドキしましたけどね。じゃあまあ最後ルーレット回してね。はい、スタミナマルハ3個。あ、でも3個もくれんだね。はい、ということでね、あー、もう終わってしまったんですね。ユニバーサルスタジオ1日かけていきましたけど、クエスト全部終わってしまいましたね。あららら、らちょっと寂しいな。まああとはニャーミネーターを仲間にしてないんで、仲間にした後にちょっと通信対戦とかでね、使っていきたいなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。